前回までのあらすじ、物置小屋に行って怖い動画を見ようと思ったザワッチ一行。まあ僕一人しかいないんですけど、調子に乗って物置小屋に着いたはいいものの、やっぱり物置小屋は怖かった。日本人形があったり、リセッシュがあったり、人糞があったり、何これ変なの。次回、あ、これ次回予告ちゃうわ。後編行きます。ザワッチメント一人。ということで、この辺でじゃあまあ、怖い動画見ていきますか。雰囲気嫌だわ。雰囲気嫌やわ。で、おそらくこの動画、前編後編に分かれてるんですけど、この動画が後編ですね。前編見てない方は良ければご覧ください。前編は、人糞おっぱい編になってます。どんな回やね。この後編では、メインである物置小屋で怖い動画を見ていくというね、そういう回でございます。それでは見ていきましょう。今回は、ホラーチャンネルさんのマネキンという短編ホラー映画、見ていきたいと思います。スタート。お父さん。お、JK だ。最高。ないよ、ラケット。あるよ。ラケット。ちゃんと探しなさい。かわいいね。かわいい女の子。眉毛太いお父さんとかわいい女の子の二人暮らしですか？いいですね。え、もしかしてこの人もなんか物置小屋探してない？物置小屋っぽいとこいる。一緒じゃん。こんな偶然あるんだ。怖いよ。なに？なんだなんだ？なに？いやいや、マネキン。マネキンだ。マネキン。やめて。ああ、なんか落ちた。怖い怖い怖い。ああ、またしまった。いいことですが、やっぱ元に戻すっていう行為大事。岡本ゼロワン、その中出し必要ですか？ちゃんと戻して、ちゃんと戻して。はい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 。なんでこんな白黒。あああ、なんで。やばいやばい、マネキンが。なんてこっちゃ。どういうこと。危な。大丈夫か。お父さん、眉毛太。お父さん、あれ何。マジ何。いいか、はい、あれには絶対触るんじゃないぞ。すいません。いいな。うん、何なんのあのマネキン、マジで。お父さん、なんだ、崩してあるマネキンが。怖い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 。わからん。ようわからんけど怖い。それからすごい。部屋汚い。もううざい。まあようわからんけど怖かったですわ。マネキンじゃないんですけど、実はここの下に日本人形置いてあるので、もう一回ちょっと日本人形見に行きますか。あ、日本人形。日本人形なくなってる。さっきまでそこありましたよね。なんで日本人形なくなってんの。なんでペットボトルの殻あんの。ここって最後俺開けっぱにしてた気がするんですよね。マジなんで。もう意味わからんわ。これ結構マジやらせなしでガチなんですよ。本当になくなってるんですよ、日本人形が。いつの間にか。この中にありそうな予感しかせん。開けますか。せーの。えっ、いや、リセッシュ。ポメラニアン。ポメラニアン。ポメラニアン。すいませんでした。日本人形様すいません。すいませんでした。ちょっとオチに使わせてもらってすいませんでした。今後もよろしくお願いします。お願いします。